はい、皆さんこんにちは、かよまりのでございます。本日はですね、出世を諦めたおじさんがこれから取るべき食っていける資格ということをテーマにですね、お話をしたいんですが、現代ビジネスというですね、メディアで掲載されていて、今ですね、おじさんが苦境であるというですね、お話がされていました。で、その背景としては当然 AI のですね、発展、それから何をやってもですね、パワハラ社会に揉まれていく、それからコロナであったり、リストラなんかがですね、重なって、おじさんかなり苦境に陥ってるよみたいな、そういう記事だったんですけれども、そんな方がですね、取るべき資格として挙げられるポイントはですね、まず一つ目が独立して生きていける資格ですね。これが、まさしく社会保険労務士であったり行政書士であるというふうに、発信されています。で、私はこれはですね、これはその通りであって、でその中に司法書士や税理士っていうのも入ってくるんじゃないかなと思っています。で、税理士なんかは特に科目でね、受験することができるので、かなりぴったりなんじゃないかと思っています。それから、独立できる資格か、もしくはですね、必須な資格ですね。その業務をやるにおいて必ずこの資格を持っている人がいなければならないと、だから必要とされるということなんですよね。宅建であったりとか、施工管理技師とかだと思います、だというふうに言っています。で、私はこれにプラスアルファして、貸金業であったり満貫、それから賃貸不動産経営管理士とかね、こういうあたりがいいんじゃないのかななんていうふうにも思っています。で、このですね、記事を書いている方はですね、社会保険労務士をかなり推していまして、社会保険労務士というのは、地味な資格であるというふうに位置づけてですね、非常に、地味に立てていくというのがいいだろうということで言ってるんですが、司法書士なんかもですね、かなりいいんじゃないかというふうに思います。で、司法書士と社労士の比較なんかもですね、記事では触れていまして、司法書士に関してはですね、3000時間ほど勉強しなければならないところ、社会保険労務士1000時間でいいということと、平均時給ですね、これ時給で表すのは珍しいなと思ったんですけど、司法書士の場合は1936円ですけれども、社会保険労務士は1747円で、その勉強時間の割に比べてですね、そこまで時給も、開くわけではないので、勉強時間の差に比べてですね、時給もそこまで、落差があるわけじゃないのでいいんじゃないかみたいな話だと思うんですけど、この時給っていうのはですね、単純に一般的にですよ、その事務所で勤務している方の、全体、事務員とかも含めた全体の時給であるというふうに思います。厚労省が発表している話らしいんですけれども、ということだそうなんですね。だから、そのおじさんっていうのね、おじさんにその資格を進めていくというような記事だったんですけれども、うちのチャンネルでもですね、このシニア向けにはこういった資格がいいとか、年代別おすすめ資格なんかもね、結構取り上げていて、これかなりですね、その人その人たちの世代のですね、実情を捉えて、おすすめの資格っていうのは合っていると思っていて、これもですね、抽象的でありますけれども、独立ができる資格は必須の資格か、いずれかを選んでいくべきっていうのはかなり的を得てるなというふうに思いましたので、今日は取り上げさせていただいた次第でございます。本当にですね、一個のですね、仕事をやり続けるっていうのは非常にやっぱもう珍しいんですよね。どんどんですね、やりたいことを挑戦したいことをどんどん転職とかね、副業とか、そういう社会ですから、全然迷わずですね、出世もしないというふうに決めたんであれば、資格をね、また取っていくというのも一つの選択肢だと思いますので、また何か興味ある方はですね、私の他の動画も見ていただければというふうに思います。はい、そんな感じで皆さん今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。